何なんだこいつの強さは。そろそろ遊びは終わりでいいか。確かに逃げた方が良さそうだね。一人でうまく逃げてくれ。俺はセルを破壊する。何すんだよ16号。やめなよ、殺されるって。お前たちはいいやつだ。人間も動物もいたずらに命を奪わなかった。一緒に旅ができて楽しかった。どうもいただく。ん？こんなに強かったのか、16号のやつ。まだだ。今すぐ急いで逃げろ。やつはまだ死んでいない。冗談じゃない。人は吹かさずに逃げてたまるかよ。この俺の手でとどめを刺してやる。出てきやがれ。望み通り出てきてやったぞ。しまった。逃げるぞ18号。まずいぞ。すまんなチャオス、俺は死ぬかもしれん。逃げられるとでも思ったのか、この私から。素晴らしいスピードに私自身も驚いているよ。もちろん17号を吸収したおかげだ。さてパワーの方はどうかな。16号。さあ今度お前の番だ18号。共に完全体を作り上げよう。戦機候補は何をしている。早く逃げるんだ。
死ぬな天津飯。すぐ行くぞ。おのれ、たかが天津飯ごときに邪魔をされたか。孫悟空、おめえがセルか。ピッコロの木だ。ピッコロはまだ生きてる。何をするつもりかわからんが、お前を逃がしはせんぞ。見て、バカでけえ木だ。死ぬ、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 したのだ。今のオラじゃどうひっくり返ってもおめえには勝てねえ。だが一日待ってろ、必ずおめえをコテンパンに倒してみせろ。何を言い出すのかと思ったら、たった一日で何ができるというのだ。二人とももう大丈夫だ。神様の神殿に戻れば先祖がある。逃げる気か。そうはいかん。け、逃げられた。消えるとは妙な技だ孫悟空。いつの間にあんな技を。18号を捕まえねば、孫悟空など今やどうでもいい。壊れている16号と一緒では、そう遠くまでは行けないはずだ。